めちゃくちゃこう誘ってくれたというか強引に引っ張ってくれたからこっちの仕事にこう徐々にシフトしてったっていう部分はあるんですよ。本当にそれが最初なんですよね。命の恩人かもしれない。恩人の一人でございます、はいはい。ヒカルと牛尾の試写会へようこそ。いやとうとう7本取りた天王山やっぱ僕もね、あこれ最後の回だって思ったら若干声張っちゃいましたもんね、はい、ちょっとね、うん、いい感じで、で今回だから今回の収録、うん、まあ見てる人本当したことないと思うんですけど7本取りだったんですよ、うん、あのいつもより1本少ない少ないんですよ、はい、あお互いのね、お互いの企画があったからで、まあなんですけど、はい、お互いの部分のボリュームがやっぱ結構あったから、うんうんうん、あのね7本撮りだけど 1.2 倍ぐらい疲れてる。正直そうですね、うんうん、その通りです。そうそうそう、はい、でまあこのこんなところで言うことじゃないかもしれないですけど1本分ギャラは安いんですねあそうだそうだ、そうだ、まあ、別にあのいいんすけど、まあ、まあいいですけど別にお金でやってるわけじゃないんで、はい、お金でやるとしたら俺やめますよこの仕事はい、それだけ言っておきます。まあまあね、そう、あと一つね、僕がこの番組に関係することで皆さんに一応言っときたいことがあって、はい、直美さんの回なんですけど、はい、もう今からしたら結構前になるんですけど、はい、僕がちょっと直美さんに対して言い過ぎたとか、はい、ちょっと厳しいことをやっちゃって、はい、もうすげえ反省して後悔して、はいはい、なんとか編集でもう一回撮り直してくんないかとかまで言ってたんですよ。え？覚えてます？で僕どういう編集になって配信されるか分かんないわけだから、はい、こっちは。でその日の夜、はい、どうしてもやっぱ気になって、はい、え？直美さんにツイッターフォローして、はい、DM を事前に送ったんですよ。実は僕がちょっと調子乗ってあることないことをディスっちゃって、はい、あの本当に申し訳ありません、はい、ただ面白おかしくはある程度なると思うけどひょっとして不快になられたら、はい、あの僕の本意ではなかったんで先に本当こんなこと初めてですと、うん、僕もう十何年やってますけど、うん、事前に謝ったことないんですけど今回だけは謝罪させてください、本当に申し訳ありませんでしたっていうのを、うん、送ったんすよね。聞きたくなかったなそうなるからだから一生懸命抑えてるんだけどそれでも前回の負けおさんの回は、はいはい、ある程度言いたいことを言えたんで納得しております、はい、あとちなみに直美さんからはいや全然いいんです、私はもういじられてなんぼなんで、うん、もう何言われても全然平気ですからわらっていうのが来たんで僕は安心して、うん、配信されたものを見たら、うんうん、まあ、あのそこまで、うん、自分でもひどいっていう感じではなかったんで結果良かったんですけど、どうなんですかね、そのいいじゃないですか、そうかな、歯に衣着せぬじゃないですけど忌憚のない意見をやっぱご覧の方も聞きたいんじゃないかなと思いますから。俺ねブレーキが効かなくなるんですよ、直美さんの回答だったんだけど、はいはいはい、ああまあまあまあ熱く語りだしたら、はい、とことん言っちゃうからやっぱね、うん、直美さんのね何が嫌だったかって、はい、もうあのなんかメーターがね鏡がこうピューってこう出て、はい、2分の1でこうどうなるどうなるっていう時に、はい、プリッと来いプリッと来いみたいなことを言ってそのプリッっていう擬音が僕はもう生理的に 100% ダメなんですねプリとかブリブリとか、はいはいはい、も今も言いたくないけど、はいはいはい、もうねそういう下品、僕の中では下品なんですけど下品な言葉を言う人が、はい、言う人を、はい、もう人間として否定しちゃうわけ俺本当にごめん、俺が人間失格だ、俺がもう気が違ってると思う、もう言いたくないけどプリッと来いプリッと来いっていうのをね面白おかしく女性が、うん、直美さんみたいな綺麗な方がね、うん、もう言う時点でね俺もう心のねドアをね三重の鍵ぐらいでかけて、あもう無理、直美ちゃんとの友情パワーでもなんとか、あもう無理、無理です、もう何にも、あもう絶対無理なんで、ああ熱く語った
ごめん、言いたいこと言ったわ。なるほど、うんうん、ありがとう。あの別に傷つけようとか出てくれた、うん、ゲストの方を腐そうとかっていう気持ちは全くない。ただプリッと来いは俺の中ではもう絶対 NG なの。 NG ワード、本当にもうそれだけは理解してごめん。俺も言葉の潔癖症なの、もう病気なのそれは。なんだ、直美ちゃんもそこでそんなにあのそう、ね、だから拒絶されるとは思ってない。思わないでしょ、みんなも思わないでしょそんなこと。いやいや、普通に見てるわけだよね、視聴者の方も 100% 普通に見てたと思う、うん、ただ俺はもうそういう宇宙の人間なんだ。なるほど、もう許してくれ、はい、本当にごめん、はい、なんか変なとこにこだわっちゃうから言葉として変な脳になってる、はい、もう俺はダメだ、ダメな人間だ。もう北斗の神はいいけど、北斗の神はいい、肉のカーテンがあるからあるからいいけど、もうこれはもうダメ、もう言えないけど、突き抜けてくるんですね、うん、そう、肉のカーテンを突き抜けてくるからね。はい、そうでしたか。ということで今回はもう本当そういう気持ちにならないような、はい、あったかいね、みんなでホコホコしながら、はい、そういう会にしたい、うん、だからそういう人が出て頼む、なるといいな、はい、うん、祈りを込めて、はい、いきます、いきましょう。 VTR スタートです。もう疲れた。はい、おはようございます。 1,2,3,4,5 島です。おはようもん。あの、はい、なんだろう、ちょっと安心した。よかったー、ゴーヤン久しぶり。ゴーヤン元気？元気、もう1年近く会ってないわ。会いたいよ、あなたに会いたい俺は。あー、よかったー。なんでしょうね、ちょっとここ何回かやっぱ立て続けに、はい、ちょっとなんかちょっと朝からずっとやられてたんで、やられたとこで、うんうんうん、すごく安心するね。めちゃくちゃ嬉しい俺よかった。今僕たちに足りてなかったの、うん、塾長さんだったかもしれないです、うん、ゴッシーだったよ。あ、これね、逆だったらもうねぐったりして、いや、これましてやさっきオープニングね、今まで直美ちゃんの件でね、ちょっと疲弊してたところに、うん、そうそう、なんだろうな、よかったーゴーヤー、よかった。あ、やっぱたまに大事っすね、あのね、うん、たまにね、うん、正統派のね、そうですね、俺らと仲いい人がこう、うん、いじっていじられてっていうのがさ、うん、ね、あると助かるわ、はい、うん、ありがとう。なるほどなるほど、ほんとよかった、はい、これはよかった、うん、はい、1,2,3,4,5島です。東京都台東区からやってきました54歳、ソフトバンクユーザーです。よろしくお願いしますさあ、ということで今日は、試写会ですか。試写会ということで、沖さんと、牛尾さんが、で何ですか今のはなんか懲役を終えた人が今わかりましたけど安心、ね、さあ、ということで、今日は見られるということで、沖さんと、牛尾さんですか。まああんまり見られるのは好きではないのですが、というか見られるのが好きじゃないっていうか、僕もだから人の動画一切見ないですし、自分の動画も一切見ない。なんでですかってよく聞かれるんですよ。よく聞かれるんですけど、そんなに時間ないんですよね僕。ああ、テレビ忙しくて、地上波とネットフリックスと、新日本プロレスワールドと、あとアマゾンプライム、こんだけあるんで、正直パチンコパチンコの動画をね、見る時間がないということで、見てないんですけど、それを今日はわざわざね、お二人が見ていただけるということでございますんで、まあ、どういう話すればいいのか全く考えてなくて、実は今日ここ来る時にいただいたんですよね、あらかじめこういうのありますって。で多分森本さんの回かなんかだと思うんですけど、それを見ながらここに来ようと、一応ねほらやっぱり失礼があっちゃいけないから何もわからないでってんで見ようと思って、電車乗ったんですよ。そしたら携帯忘れてまして携帯がない状態で、ですからまあどんなものかもわからない、失礼があっちゃいけないようにと言ったんですけども、まあ今日は多分失礼ばかりだと思いますんで、一つそのあたりよろしくお願いしたいと思います。よどみねえな、よどみないわ、う
うん、なんだろうな、この清涼感。本来どっちかというと脂っこい方の、うん、そうそうそう、ね、型なんですけど、なんかさ、でもこの誰かが打ってて、その多分こう止めたりして見るって、なんとか食堂みたいな感じなんでしょ。あれ最初にこの業界でやったの皿盛りなんですよ。そうなの。まあでも地上波ではよくやってたパターンらしいんですけど、もう十何年前に誰か打ってるのをスタジオで止めながらやるっていうのを、あのスタイルを最初にやったのはそうだと。これはどうでもいいんですけど、ディレクターが言ってました当時。全然人気なかったけどね。それはサラモリ物産だからなんだって話。サラモリデカもあったけど、まあさっきもちょっと言ったけど、友達はいないので、本当にいない、いらない、必要ない。ナイナイ16ね、さっきも言ったでしょ。すごい、飲み行ったりもしないですからね。先輩ナイス。いや逆になんでみんなあんな群れてんのかなって思うんですよね。いや仕事、仕事のね、やっぱ仲間は多分いた方がいいと思うんですけど、別に友達なんかいらなくねって。なんか年取るとどん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 そういうのが進んでって、で僕はなんだっけ、コロナで別に友達いなくても、あ、全く大丈夫だなって気づいて、そのあたりから人の断捨離を始めました。でその基準は、うん、性格いいとか悪いとかじゃなくて、うん、この人といて楽しいかどうかってそこだけですね、うんうん、でまあ飲んでて楽しい 人とは飲むし、うん、そうじゃない人とは飲まない。だから沖、うん、さんほど徹底はしてないです僕。沖、うん、さんは一切の飲み会に行かないし、うん、食事も、30分だいたい30分ですよね。30分を経ったらお金置いてさっと帰るっていう、はい、でまあパートナーとかだと特別に1時間とかそういう話は聞いてます僕も。友達ゼロ、好感度もゼロ、そんなことないですよ。人望ゼロ、全部ない。ナイナイ16、16個上げていきましょうか。いいね先輩、いいね。そうなんですよね本当に。あ、遅れた。あ、ということは、あれまた嘘ついた俺。あれ遅れてなかったかな。これがおいおいラジオ。おいおいラジオ。もういいねやっぱ。俺入ってないよ。あ、置いてないまだ。あ、白ビッグです。打ち方が雑なんですよ、うん、640ゲームですね。ありがとうございますとは言いません。言いません。 640? 僕は言いません。安全です。なんだよ。でもなんかその友達いらないとかっていうところは牛尾さんもそうじゃないかなと思うんですよね。多分仕事仲間は欲しいけど友達はいらないタイプじゃないかなって。なんかそのだから沖さんと僕とその牛尾さんのちょっと共通点みたいな何かなと思ったんですよ。群れない。ああるね。そうかな。ただもうもはやね、群れないじゃん。無関心ですよ、ね、飲み会とか大好きですよ本当にね。 それが最近特に海外でちょっと生活するようになってからちょっと加速しましたね。旅行代理店とかなんて。そう、まだ1ヶ月ですけど、そうだ、多分奥さん知らないですよね僕。海外に住んでるんですよ今。セブンにいるとか、海外というか、まあ海外なんですけど。グレート。年の半分ぐらいをセブ島ってフィリピンのリゾート地で過ごしてまして、うん、まあ沖さんも多分人に興味がないから俺のことは知らないと思うんで一応言っておきます。でもねちょっと話それるけど、沖さん俺が死んだらゴッシーは葬式行くかな、ちょっと悩んだけどそう言ってくれたのはちょっと嬉しかったです、うん、行きます。まあ、後は当然来てくれると思うんですけど、うん、奥さんとね一緒に来てくれると思う、うん、そうなんですよ。で向こうで旅行会社を立ち上げたんです。会社田中と、まあ田中は多分知ってると思うんで2人ともね。
でそこに出資して、僕は今副社長という形で携わらせていただいて、この間飲みさせて、まだやっぱり軌道に乗らないんで、なるべく向こうにいてっていう、で家を1年間契約で借りて、ただ別にライターを辞めたわけじゃなくて、確保に関してはまあ好きでやらせてもらってるんで、あとこういうのも日本に、これもね本当は2月ぐらいにオファーいただいたんですよ。ただ僕もう向こうにいるだろうっていうことで伸びに伸びて今4月か、ね、うん、そうなったんですけど、なんでよく聞かれるんですよ、なんで向こうでやってんのって。バブルがもう終わったじゃないですか、言ったらもうあの辺りからずっと考えてて、もう残りの人生54歳、沖さんの学年でいうと1個上なんですけど、もういつ死んでもおかしくないんですよ、うん、織田信長が言ってたんです、人間50年って。俺戦国時代ならとっくに死んでるんで、医療が違うから、ね、そう考えた時に楽しいことをやりたいなと、まあかっこつけたような言い方になっちゃうけど、まあお金だけじゃない、なんかこうやりたいことをやりたいなと思った時に、ちょうど田中からその出資してくれないかみたいな話があって、ああじゃあだったら俺も向こう行ってその海外で住みたいっていう気持ちはずっとあったから、まあ実際昔ねオーストラリア住んでたんで、僕その海外志向は割と強い方だったんで、で年にね4回もハワイ行ったりしてたから、それでじゃあまあやるなら今しかねえって。もう来た長渕、うん、やるなら、まあ、北の国から、あ北の国から、ね、はい、ちょっとカメラマンが今日報道の人なんで薬ともしなかったですけど、分かってます、まあ、そういう感じで俺ら分かってるよ、一番の名シーンだよ、やるなら今しかね。だからまあ副業、まあ分かんないです今後どうなるかは、どっちが副業で、どっちが本業になるかは分かんないですけど、まあ僕的には両方こう一緒に並行してやっていけたらなと思ってます。ただ旅行会社も多かったらなんかやろうと思ってます、また、うん、やばいな、真ん中はやばい、アセフ、よし、お、大丈夫だ、大丈夫、おあだす、あ、言っちゃった言わないと決めてたね、よし、白俺ライターになった時の、突然すいませんね、なんかそう、僕ライターになった時の面接官が沖さんでした。へえ、そうだったっけ。まあでも沖さん多分あんまり人に興味ないから、多分その時はどうでもいいよと思ったんだと思うんですけど、意外、沖さんとキラさんと片岡さんっていう、まあそうだったっけ、10分ぐらいで終わったんですよね。明日会議なんでよろしくお願いしますって、俺スーツ着てたんですよ、ネクタイして、うん、多分ねもうほぼ決まってたんだよ。ちょっと話を膨らまないんでやめましょうか、うんうん、顔合わせみたいな感じだった。そう、奥さんはずっとニコニコしてましたよ、うん、結構多分この業界のこういう仕事してって2タイプあると思うんですよ。で俺とか多分ウイチもそうだし、ウシオ君もそうなんだけど、変わんないんですよ普段とこのあれが。ただなんか奥さんとかキムさんはスイッチが入る人だと思うんですよね、うんうんうん、普段は本当に懲罰房に閉じ込められた囚人ぐらい黙ってるんで、こうやって正解で、多分あんまりね外で話しかけられるのも好きじゃないと思うんですよ、はあはあはあ、まあやっぱ自分の時間が大事なので、はあ、あ終わっちゃいました、まあ思ってましたけど、そうなんですよね、はあ、で僕そういうのはすごく尊重するので、はあはあ、新幹線で見てもちょこっと声かけるぐらい、はあ、そうちょっとライターになった頃の話に戻るけど、その沖さんが俺の面接だったじゃないですか。ほんで初めて僕ねやった担当した機種がギャンブルコンボっていう、みずほかな、みずほの代で、ヒロイさんがやってたやつを、ヒロイさんが他の機種やるからって言って、移植ページを僕が担当したんですよ。ほんで、まあ、多分忘れてると思うんですよ。で僕その原稿を書くっていうのがその機種もの初めてで、で全部本文 16×30、囲み
14×7 とか全部そういう風になってるんですよ。欄外、36×2 とかそういう風になってて、でそれを なぜか大木さんに送ったんですよね、その原稿を。で僕それを一個一個添付して、その 16×30 を添付、14×7 を添付、欄外を添付、それで怒られてはいないけど、一個テキストにまとめて送ってもらえますかって言われたのはすごく覚えてるね。やっぱね、もう最近のことはあまり覚えてないけど、そのライターになった当初のこととかっていうのはすごい覚えてて、だから奥さんと最初に来店行った時も覚えてますよ。あ、俺も覚えてる。行きたくない行きたくないって言ってて、うん、そういやいいんですよ、行ってただただ打ってりゃいいですから、僕喋ってますからっつって、それでなんか行ってもらったのが最初かな。俺と奥さんが一緒。おはようもん。これね、はい、本当にね、僕はやっぱゴッシーと、うん、兄氏、はい、にはこう頭が上がらないっていう部分があって、はい、固くなに僕その人前に出るじゃないけど、はい、来店系の皆さんがやり始めた頃でも固くなに断ってたんですよ。それを兄貴とかゴッシーがどうしてもホールが、はい、内池君を呼びたい、浮き光を呼びたいから、はい、ちょもう俺が MC とか全部やるから、うん、あなたは打ってるだけでいい、打ってヘラヘラして、はい、高設定掴んだらそれ持って帰って、はい、ま、負けたら負けたでもしょうがない、それは自腹だけど、はい、ちゃんとギャラも出すからっつって、うん、めちゃくちゃこう誘ってくれたというか、強引に引っ張ってくれたから、こっちの仕事にこう徐々にシフトしてったっていう部分あるんですよ。本当に一個いいですか、うん、なんで嫌だったんですか。別にしたくなかった。あとなんか俺ね、海物語 SP っていうのを毎日打ちに行ってた時期があって、一月のうち20日ぐらい打ってたんですよ、編集ライターをしながら。まあ空いてる時ずっとそればっか打ってて、したらね、そこにあるライターさんが、もうあなたも知ってる有名なライターさんが来たんですよ。来店で、来店で、はいはいはい、なんかこう、ああ、配ったり、飴配ったりなんかやったりっていう、はい、方を見て、はい、俺はこれはできないなと、はあ、なんかライターと編集ライターとしてのプライド、はい、雑誌屋としてのプライドが多分まだあったと思うんで、はい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 、なんかこう何とかかんとかかんとかっつって、はい、なんすんげえ派手なハッピー来て、うん、なんだなーってやってんの見ちゃったの、そのホールに来て、ま、来てた人で、あんまりいわゆるライターに配らせるっていうのあんまあるようでないですよ ね、やってみて分かったけどほとんどないんです、はい、それが偶然そういう特殊な業者さんだっただけで、はい、僕はそんなことやったことないんだけど、はい、そのねイメージがあってずっと断ってたのが、うん、あのね、アニシ、ゴーヤン、リスキー、長谷川さん、はいはいはい、この3人から熱烈にオファーいただいて、はい、うん、やりましたね。それが最初なんですよね。うん、おそらくなんですけど、来店をやってなかったら多分動画にも出てなかったと思うんですよ。そうそうそう、あれ一つながりだったんで、うん、そう、まさにそう、うん、そういうこと。だから案の定ですけど、まあ、周りで来店の要は流れに乗ってない人、動画の流れにもやっぱ乗ってないですからね。乗ってないんですよ。そうなんですよね。っていう意味ではじゃあ、うん、命の恩人ぐらいかもしれない。恩人の一人でございます。はい。はい、だから奥さんと最初に来店行った時も覚えてますよ。行きたくない行きたくないって言ってて、いやいいんですよ、行ってただただ打ってりゃいいですから、僕喋ってますからっつって、それでなんか行ってもらったのが最初かな。俺と奥さんが一緒に、その当時はね一人で行くってあんまりなかったんですよ。だから二人組とか三人組で行くことが多くて、で俺の下手な喋り見と思ったんでしょうね。あ、これなら俺もできるわって。なことないよ。俺上手いじゃん。それでなんか奥さんも一人で行くようになって、そう、懐かしいですね、 BB ステーションね。あ、もう本当懐かしいよく行きましたよね。本当懐かしいっす。車でこうすれ違ってね、そう、田沼と佐野でこうすれ違って手振ったりして。めっちゃ痩せてかっこよくなってんじゃん。あ、入った。タバコ吸おうと思ったら入りました。ずっとタバコ吸ってようかな。
まあ言ってみたらね、タバコもおっぱいもお吸い物だからね、抗議の意味で言えばね。始まったよ、ね、始まった。塾長さんはほら下ネタ大好きじゃないですか。1、はい、来た。そこだけ意味でやるかな。どっちだ。あーもうセーフ。あれなんだよ。おい、違う、今鳴ったからこれビッグです、冗談じゃないよ。目押しの仕方がさ、だから信用しちゃいかんのですよ。なんだって下手くそな目押しの仕方なの。ただこう見えて目押し上手いんだけど、上手いんだけど、フォームが何も信じてない。下手な人の一つも信じてないから。ぶっきらぼうだ。そうそう、二次で上がろう。始まった。ちょ、携帯忘れてるから。いや別に俺依存症ではないからいいんだけど、携帯なくてもいいんだけど、さっき言われたじゃないですか、仕事のとか、ああと思って。僕そのフィリピンの旅行会社の仕事って全部携帯に来るんですよ。お客様をお待たせしてしまうかもしれない、むしろお待たせしすぎたかもしれません。書かなきゃいけないでしょ、メールにね。出たね、村西。いいじゃん、キャラも個性なんだから。でもガイドよりはいいですよ。ガイドのギャラは3,800円。嘘つけよ。5,000円でもねえわ。嘘だよ、突っ込めよ。突っ込んでますよ、うん、頼むぞ。あ、ダメだ、こりゃダメだな。多分わかるの、多分、まあ、ハイパイは安いですね。 96% NG だね。こっちかな。あれ多分って言っといてよかった。まあ白ばっかなんだよね。お、入った。え、なんで二ショート、二ショートでリプレイ。お、入ってねえわ。二ショートリプレイ、数ショートある。ある。あ、嘘ついた。左違うじゃん。あれ、あれでも今押したとこ俺あれだった。あるかもしれない、うん、ないかもしれない、それは誰にもわからない。入ってな、あ、入ってるかもしれない。そういうことか。あと、こっからだから、あの、なんで、あ、こっから止まったね。だいたいラッシュから止まるんですよ、はい、あ、じゃあもう入る。ほら、いいです。はい、はい、あれ、もう一周するか、はい、あ、行くな。あ、こっちか、そっちか、こっちか。あ、それなんかね、失礼しました。いますよしさと継続しさがね、これ言ったらもうないっす。150ぐらいがだいたい混じる3セット、そういうことなんだ。終わらない3セットになることはなかなかないですよ、ね、終わらない3、もう終わっちゃう3セットなんで、終わらない歌とかね、3セットだけに終わりなんだよね。もう終わりでしょ、はいはいはい、やっぱり合うわ。はい、どうも、同世代だもん、うん、はい、どうも。じゃあもう結構今取れ高あるでしょ。始まったよ、結構喋ってんだよ。始まったよ。だからまあいいか、もうあとは黙ってチャップリンを見てる感じで見てもらえばいいかなっていう。そう、映画、僕ねすごい映画好きなんですよ、すごい見るんです。沖さんも多分映画すごい見る人なんだけど、で俺結構ツイッターに沖さんのおすすめ映画っていうの結構上がっててやってたんですけど、最近やってないですよね、あんまね。あれ結構楽しみにしてたんで、またね、やってもらえると嬉しいかな。あの、ヒトラーの忘れ物、はいはいはい、あれ最高でした。奥、はい、さんも多分戦争映画割と好きなんじゃないかなと思ってですね。あの、戦場のピアニストを歴代映画の1位に挙げたような方なんで。いやいや違います、そうです、 SAW、 俺も大体の戦争映画、特に戦争のピアニスト1位じゃないです。太平洋戦争、あの辺のよく見るんですけど、僕はやっぱ戦争映画だと、でもちょっと大木さんとは違うけど、僕はプライベートライアンかな。そう、あの、だから結構その信頼できる趣味がちょっと似てるかもなって人のおすすめって、やっぱちょっと見てみたくなるから、そういう意味で言うと、最近は何を参考にしてるかっていうと、うん、奥さんがあげないから分かった、牛尾さんの奥さんの、うん、映画表、うん、あれを見て、俺もあっちフォローしてる、結構見ることが多いです。こっそりすごいんですよ、牛尾さんの奥さん、うん、僕お会いしたこともあって、カラオケ行ってパッド・ベネターのハートブレイカーを歌ったり、なかなかいないんですけど、それは知らねえよ、アメリカ人でもなかなかいない、うん、で映画すごい見てて、でそれをツイッターにこう上げるんですね。それがまたね、文章がめちゃくちゃうまいんですよ。
牛尾より全然うまいっす。怖いもん。あのね、この文章うまいよ。俺もびっくりして、はい、で、あ、映画のサブアカもあるんだっつって、はい、2個ぐらい見てみたの、はい、もう2個見た瞬間、あ、はい、はい、フォロー、はい、即フォローしました。あの結構ね、あの辛辣なことも、うん、うん、あのね、盛り込んでくる、もう完璧な文章で、あのライターさんです。僕から言わしたら A 子はライター、 A 子って呼ぶの嫌だ。いや、いいですよ、全然いいですよ全然いいですけど、 A 子はね、俺 A 子好きになったもん、会ったことないけど、すんげえ文章うまい、はい、料理うまい、はい、あっちもうまいんでしょ。あ、言っちゃいました。普段言わないのに。いや、まあ、これがまあキャラが憑依した大木ひかるのノリだよね。ちょっとたまにぶっ込むっていう、らしくないんじゃないの。もうちょっと赤くなって、らしくないんじゃないの、それは。そう、ちょっと赤くなりますけどね、はい、素晴らしいよ、はい、あんたいい人生になるぞこれから、いろいろあったけど。そうですか。A 子さえ逃がさなきゃ、はいはい、あなたの人生安泰です。もうそれだけ断言しておきます。はい、はい、分かりました、はい、ご清聴ありがとうございました。なんか嫁が褒められると僕もちょっと鼻が高いですけど。ただ牛尾の奥さんは割と B 級なんかも見るんですよね。あとやっぱ血だらけ好き、ちょっと似てるかもしれない。これはない、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 これはないから、これはないから、あったわ。本当下手くそな名刺の仕方するよな。バカだ。これだけなんとかなんねんかな。はい、もう汚いんだよ。あんま良くないね。わ、熱い熱い。チャンスあるよ。ビックリマーク3つ熱いな。来い。おい。ああ、ついたついた。え、どういうの？スイカで当たります。バケで入ったね。あの、バレットラッシュ。牛尾さんはたまに飲み行きますよ。よく、あの、カラオケあるところが多いかな。この間もなんか、ちょうど割と近いですよ、俺んちと牛尾さんちって、家が今、うんうん、で、その中間地点ぐらいにある歯抜けババアがやってる汚ねスナックあって、お前そんなとこ連れてくなよ、つって俺結婚祝いで、なんかじゃあ食事ごちそうするよ。ね、そんな汚いとこ連れてくる。まあ最高だったんですけどね、カラオケね。牛尾さん好き。ただ沖さんのがうまいと思う。沖さん、俺沖さんのなんか尾崎豊を短い動画で見たことあるけど、めちゃくちゃ歌うまかった。緑長さんも俺の次ぐらいにうまいじゃない。俺もまあまあうまい、まあまあ、うん、うまい。桑田佳祐とかすごいうまい。頼む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 、これやらして。うわ、弱いか弱いか。マシンガーダメだ。ちょっと弱いですよね。ただのスイカか。あー、くそ。あ、当たった。当たってた。え、化けか。あ、ビッグ。この目をおはようも。大変だ、コインじゃじゃ漏れだよって言ってたのが沖さんなんだけど、あのワードセンサーでさすがだなと思った。確かに沖さんじゃじゃ漏れてるとか言いましたよ、ね、なかなか言わねえよ人をバカにするときに。なんかもう終戦直後の人が言いそうなセリフじゃない。だってあの闇市でさ、角砂糖舐めてるような人が言いそうなことをさらっと言うのは、あれはね、俺沖さんの名言の中で俺は一番の名言だったんで、じゃじゃ漏れ。じゃじゃ漏れ。嘘だろ。あと逃げ J。逃げの J。逃げの J ね。はい、攻めの J。攻め J。まあ見透かされてんなっていうね。最後まとめに行ったんでしょみたいなね。あんまり負けたくないっていう。あ、ないのかな。あ、なかった。終わっちゃった。はい、おしまい。うん、面白い。最近なんかもうみんな、牛尾さんも炎上とかしてなくなったもんね。もう言ったらおじさんだもんね、みんなね。あと何年やんの、みんな。あと2年俺は需要があるっちゃやるっていうのは分かるんですけど、多分俺の中で最後、もう本当の最後の最後はヤングさんとキムさんと大崎さんだと思ってんのね。で、俺は俺の予想としては
奥さんは麻雀、まあ多分あの人はもう好きな仕事しかやらないから、まあそういうとこも俺ちょっと似てるんだけど、じゃあなんでこの仕事受けてんだって話にもなるんだけどさ、うん、割とそういうとこは多分似てると思うんだよね。で牛尾さんはやっぱりビジネスの方に、だからそっちだと思うんですよね。だからなんかみんな いつまでやるのじゃなくて、俺がいつまでやっていいのかなっていうのはちょっと思いますよね。やっときゃいいじゃん別に。さすがに60はやってないと思うんですよ僕。いや、 やってるよ。まあ書くのはほら70になっても書けるからね、ずっと書いていこうと思ってるけど、お金好きだもん。まあちょっと見るに耐えないだろうと思うんですよね60過ぎたおっさん、まあさ間違いだらけの知識でさ、クソ滑りまくっててね俺ね向こう行く前はちょっとしんどかったですよね。明日何言おうとか携帯にこう書いてってさ、明日誰か、あこういうふりしようかなとか、こういうボケをするだろうからこういうツッコミしようかなとかさ、ただ初めての人とかねほら調べたりするんですよ。俺と一緒のパターンね。あーもうね、ああいうの結構しんどいなって、うん、そうね、思い、まあ やるんですけどねしんどいなとは言いながらも、まあでも言ったら定年がない仕事なんでね、奥さん雀荘やんねえかなと思ってますよ。いやーやんないわ、もううち行きますよ、もうやんない俺の麻雀ネームを考えて、うん、何がいいかな、雨上がるにしようかなとかね、沖ひかるに対抗して、すまんねーすまんねー、あまり面白くなかったですね、すいません、すまんなすぎ笑ったそうね、みんなおのおの多分僕も好きなことやってるけど、沖さんも好きなことをやり続けると思うし、まあ牛もビジネス好きだから多分ずっとやり続けると思うんですけど、果たしてこのね映像に出る仕事はみんな少なからずいつか、俺は牛尾さんと沖さんに関してはいつか辞めるんじゃないかなと思ってるんですよね。もう我々そういう年齢だと思うんですよ。ちょっと早いんだ、ね、置いてますから言ったらおいおいレジオ、またおいおいレジオ来た、本当にまたおいおいレジオ、誰も知らないから。2人がやってた番組ね、2人がニコナナチャンネルっていうのでニコ生をやってたのがおいおいレディオ、はい、あとマリブ鈴木くんとね、うんうん、いやー安定感なんすかね、あのなんだろう、塾長さんも本来どっちかって言ったら、はい、そのなんていうのかな、見るのに意外とカロリー使う方の演者さんだと思うんですよ、うん、そうですね、なんだけど、なんだろう、この安心感と清涼感。あのね、ゴッシーもね、長年やってきて、はい、くどさとか、うん、あの自分がどう見られてるって、うん、この人はだってファッションとか好きだし、自分がどう見られてるかっていうのを、まあね、逐一チェックするおしゃれな人だから、うん、はい、映像もね、自分の番組もパチンコバイスロ動画も一切見ないって言うけど、ちょっとは見てるよ自分がどんな服で着てるかとか、ちょっと面白いことを言ったりしたら、この人自分のこと好きだから絶対この番組もガン見するよ、うん、間違いなく。せっかく俺とウッシーがこうやってゴッシーと久々に絡んでさ、こういう番組なんだから、やっぱ仲間意識ってあるわけで、見たいって思わないよ、嘘だよこの人が。そうで、自分が出た動画を誰かがね、そのレビューしてるっていうのはやっぱあるようでないから、うんうんうん、ちょっと気になるんだろうなはあるかな。で絶対だけど、うん、塾長に周りから試写会見ましたよ、塾長の会めっちゃ面白かったっすよって言われるの、うん、間違いなく面白くなると思う、うん、今回は、うん、したらね、うん、えそうかなすかすんかい、すかしながら夜中一人ぼっちでね、見るんだよこの人は、そういう人間なんだよ多分。そういうことで後半ももうこのままでいいです、はい、普通に淡々と塾長ワールド、うん、炸裂させていただければなと思います、はい、というわけで今回はここまで、また次週お会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。ありがとうございました。